里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さて、はい、これもやっぱり気になるわけですよ。はいはい、野球選手上下関係ってどのぐらいあるのかなっていう。いや、バリバリありますよ。ザ体育会系ですから。まあそうですよね、はい、おはようございますみたいな感じです。そうそうそう。でも、はい、野球界にはもう一つのルールがあります。はい、はい、全ては年功序列です。はい、なんか遅く入っても遅く入団しても年上が、まあ、先輩です。先輩だからプロ入り、うん、高卒4年目の人でも、はい、大卒1年目の人の方が先輩です。そっか。あ、じゃあ高卒、4年目でも入団してそのチームの中では4年やってるけれども、はい、ルーキーの今年で入ったドラフトを入ってきましたって大卒だったらもうその人のに敬語です。おはようございますなんですよね。なんとかさんっていう。はい、歴じゃないですよ、はい、全ては年功序列。もう一歳でも年上が絶対です、うん、へー、プロ野球は全て。そうですね、はい、だからやたら年齢気にしますからね。あ、だから高卒の人たちもそうが一番やることは、入ってくる選手が何歳かっていうのをまず調べるみたいですね。結構ややこしい方いますよね。その大卒ではないけど高校から社会人に行った方とか。そうそうそう、はい、そしたら1年早いですからね、大卒より入ってくるのが、はい、そうなんですよね、はい、で社会人で2年目とかで入ってくると、そう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 、大卒の方より2個下だったり、1個下だったりでね。よくベンチで選手名鑑見てるのは、はい、新しい選手が出た時、はい、あいつ何歳かっていうのを調べてます。そうなんですか。はい、その何歳かによって敬語かタメ口かが決まるっていうね、はい、え、そんな選手名鑑見ます？選手ってめっちゃ見ますよ、新しい人出てきたら。へえ、どこ出身でどこ何校出身やねみたいな。へえ、あら挨拶来てないんちゃうんすかみたいなね。はい、そうなんですね。だ全部年功序列なんですよ。へえ、僕も入団した時最初は誰が先輩で誰が後輩か分かんないじゃないですか。はい、だから小林弘幸入った時金髪だったんですよ、寮で。はい、弘幸僕2歳下なのに、はい、最初弘幸に「あ、佐々木です、よろしくお願いします」って敬語で喋ってましたからね。であとあと「お前言えや、俺の方が後輩やって」みたいな。あとあと分かってきますけどね。佐々木ですお願いしますって言ったら「おお」って言ってました。よろしくみたいな。お前何やねんって言って、ね、後々ね分かりだしてから立場逆になるんですね。だからそこでめっちゃ年、ね、だから本当1歳でも年上なんで、はい、全てはだ芸能界とかはね、はい、年じゃなくて入った歴じゃないですか。そうですね、はい、芸歴の方が優先されるじゃないですか、うん、はい、でもプロ野球界はもう全ては年功序列です。じゃあもし結構育成だけど意外と年は20代後半とかいってますっていう選手と一軍でバリバリ活躍してる高卒の、はい、まあ、1年目2年目だとするじゃないですか。それでもおはようございます、もちろんもちろんもちろん、へー、もちろん下手したら、はい、部屋も年上っていうだけでいい部屋です。あ、そうなんですね。基本的にはへー、はい、部屋のホテルとかのグレードも、うん、年上からいい部屋行くんで。はい、でもなんかちょっとイラッとすることとかないんですか。その自分より全然活躍してないのになんかめちゃくちゃ上からじゃんみたいな。いや、もう染みついてるから、はい、順番やから仕方ないっていう。あー、まあ、そっか。それが当たり前すぎてるから、最初からそれだから、はい、で違和感が全くないわけですね。ないですよ、当たり前なんで。まあそうですよね、高校時代とかもそうですよね、はい、高校1年生の選手がレギュラーで3年生が補欠って可能性もあるけれども、うん、でも先輩そうじゃないですか、はい、やりますもんね、はい、やめなかったらパシパシじゃないですか。ね、うん、だからもうだから年功序列のプロ野球界の一番厳しいところは年功序列なわけじゃないですか、はい、ということは1歳でも年上の人が全てのお金を払うっていう、はあ、食事行ったりとか。確かに。だからそこがね、だからもし先輩ですと、はい、給料800万ですと、後輩ですと、うん、給料1億円ですっつって飯行くぞっつったらこの800万の人が払いますからね。なんか、つってやっぱでも後輩ちょっと気使わないんですか。いや、俺1億稼いでるしな、何々さん800万だし、俺出しとこうかな、みたいな。いやいや、働かないです。だって、それが当たり前だから。そっか、もう当たり前になっちゃうんですね。はい、じゃあもう800万の人はご飯行こうって言わない方がいいですね。言わないよ。そうですね。見てて面白い。はい、年齢はどんどんいくけど、うん、給料上がっていかない人は、はい、誰かにずっとついていく。何かで喋ったらこう射程とかで、はいはい、もう自分より上の人とご飯に行く。絶対行く。
そこにずっとついてる。なるほど。払えないから。で若手で活躍したらあんまり上についていかずに自立できるわけですね。そう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 。うわーなるほど面白い。だからそういったところも見てて面白いけど、はい、だからその払わなきゃいけないっていうのもきついよ。そうですよね。あじゃあ行こうやってタクシー一緒に乗ったら、はい、それがいくらかかろうが一番上の人が払うからね。はい、ああ確かに。だからあの鹿児島でキャンプしてる時とかも、うん、休みにゴルフ行こうやってなった時に、はい、ゴルフ行くのも片道下手したら遠くだって1万円とか、はい、もう5000円以上かかったりする時もあるけど、はい、でそれにプレイ費払って、はい、帰りのタクシー代も払わなきゃいけないから、うんうん、だからもう 3,4 万いるわけ、うん、ゴルフに行くと、はい、連れて行くとね、うん、でそれも一番上の人が払うわけです。うわそうですね、うん、プレイ費も払うんですか。プレイ費は払わないよ、うんうん、その交通費と自分のプレイ費とっていう、うん、あじゃあ同期だったらどうなるんですか。じゃあ同期は割り勘。割り勘完全だから。僕だったらロッテと渡辺俊ちゃんとか、はい、だったらもう割り勘。割り勘もしくは、はい、1次会俺持つからじゃあ2次会俊ちゃん持ってよとか。なるほど。もしくはじゃんけん。じゃんけん。それはじゃあ年俸がもうこのぐらいの差があったらどうします。関係なし。割り勘ですか、うん、へえ。でロッテの時は、はい、あの2軍は割り勘だったっす。へえ。あそうなんですか。もうみんな安いから、うん、その方がもう気兼ねなく行きましょうってみんなに言えるから、ね、なんか2軍の時は、うん、だから先輩で言った大塚さんとか、はい、あとは誰だったかな、あとだから後輩だった沢井亮介とか、はい、あの天野優吾とか、はい、あとは先輩誰いたかな、あとおほさんとか、はい、あの小野慎吾さんとか、うん、あのあ立川さんか、はい、とか行く時はもう全員で割り勘ですよ。先輩と行っても後輩で行っても、まあ、その方が気軽なく行けますよね、はあ、しかもみんな安いんで、はい、給料が、はい、そうですよね、はあ、だからでも一軍に行ったらもう全然関係ない、もう年俸年功序列。だから清水奈央さんが言ってたのが面白くて、はいはい、あの後輩が先輩を奢ったらもう敬語使わなくていいっていう謎のルールあでもそれはありそうですね。なんか できそうですね、はい、だからあの奈央さんは戸部さんっていう、うん、戸部さんの方が、はい、あの奈央さんの一つ先輩 で同じ東芝からロッテに入ってきたんですけど、はい、同期で、うん、でよくなんか一緒に住んでて、はい、であの清水奈央さんの方が給料ちょっと上がっていった時に、はい、あの戸部さんに出してあげてて、はい、だからもう戸部っちはもう先輩やけどタメ口でいいでって戸部っち言ってますもんねって言ってた、はい、あそうなんやと思いながら、はい、あとはあの福浦さんとかとよく、うん、あの食事に連れて行ってもらってて、はい、あのいつも一緒に行くから、うん、全部いつも出してもらうのは申し訳ないから、あのじゃあ1次会福浦さん出してもらって、うん、じゃあ2次会行った時は僕出しますねとか、はい、じゃあ次の日明日じゃあ僕出しますねとか、はい、っていうのにはしてますね。あ、うん、それはだって先輩からは言えないから、うん、こっちから言うしかないですよね、うん、先輩からお今日出すからお前明日なってちょっとちっちゃいですよね、うん、はい、そう見えたら絶対言わないですよね先輩は、うん、だから悪いからこっちから、うん、あじゃあ福田さん明日僕出しますねとかって言って、うんうん、あのうまく回るようにしたらできますよね、うんうん、そうですね、うん、いや私もアナウンサー その局アナの時とかに先輩ってやっぱりご飯行きたいんですよ。で仲いい先輩がいて私よりまあ2つ上の先輩だったんですけど一緒にいつも行くんですけどやっぱり先輩は出そうとしてくださるんですよ。でも毎回出してもらうとやっぱ気使いますよね。なんか誘いづらくなるというか、しかもやっぱり局アナなんてもともと基本給とかが決まってるのであのお給料がほぼほぼ変わらないわけですよ。だから私はもうあのこれからも何回もご飯に行きたいので出させてくださいって言ってました。やっぱりじゃあ出してって言った。えでもやっぱり先輩はいいよいいよいいよって言うんですけど、うん、もう無理やり出します。そういう時はそれは気にね使わないですけどね。そうなんですよ。もう割り勘にしましょうって言った方が気は使わないですよね、うん、でもバリバリ若手の時本当、うん、お金一切使わなかったですよ。へえ、なんでですか。え全部出してくれるしコンビニも出してくれるから。へえ。だからご飯食べに行って、はい、帰りじゃあホテルとかでじゃあコンビニ寄ろうやってコンビニ寄って、はい、うん、えさとなんかじゃあいるもんもう一緒に出して払っとくからって言ってあーすいませんって言って出して。へー。じゃあお給料そんな高くなくてもたまりますね若手はね、はい、その代わり自分が長になったら、うん、エンドレスなくなっていくから、ね、うわー確かにそうですね、うん、なんか後輩いずれそこに行くから、はい、自分がそうですね、うん、まあ、貯金はした方がいいですね。貯金はした方がいいですけど、うん、だから外でケチったら、はい、人ついてこないから。あーそうですね。その塩梅難しいですね。いやいや、なんか家では質素に暮らしときゃいいねって。本当ですか。本当本当、外では全然もう、あコンビニ行ったらでも原宿だから出していいよって言って、はい、でだってそれで出したって、はい、1,000円 2,000円でしょ。あコンビニだったらそうですよね、はい、うん、
プロ野球選手にしたらね、はい、だからそう、はい、そういうのを払って後輩が朝さんついてくれるって安いもんですから、うん、そうですね、うん、だって僕一回やったのは、はい、キャンプで記者さん、はい、報道の関係者の人、うん、はい、全員呼んで、はい、食事会っす、里崎主催焼肉屋で何人ぐらい集まったんですか。予想めちゃくちゃっすよ。何十人ですよね、はい、何十万もいったっすよ。うわ、片手10万はいかなかった、50万はいかなかったっすけど、はい、何十万、1日ちょっとみんな懇親会しましょうよっつって、はい、僕主催で全報道関係の人呼んで、はい、キャンプの休みの前の日に、めっちゃ言いました、貸し切りですもん。そうですよね、はい、確かに。でもその時お酒も皆さん飲まれたとしたら、はい、やっぱ一人1万とかね、1万以上とか、はい、もしまあだからコース料理の飲み放題付きですよね。あ、なるほどなるほど、はい、で焼肉屋で、はい、でもそんなコース料理っても安いやついけないじゃないですか。はい、ね、そうですよね、うん、ビシッとね、はい、だから多分コース飲み放題付きで1万円ぐらいにしてもらった方かな、か1万2000円かそれぐらい1人、はい、うわーすごいですね。いやいや、やっぱ使う時はね、バシッと使わなきゃいけないんですよ。そうですね、はい、そういう感じのためにも、はい、はい、だからあのやっぱり年功序列は厳しいですね。いやでもあの本当私は真逆なんですよ。年功序列ではないので、アナウンサーの局アナは何すか、あのたまに、いや私がいた局だったら、うん、年上だけど後輩がいるんですよ。歴ですか。歴というよりは新卒なん、なんて言うんだろう、私の年は1個上なんだけれども、うん、院を出てから入社したりとかすると、うん、私よりやっぱ下に入ってくるんですよ、うん、そうすると年は上ですけど袴田さんでした。入ってきた年っすね。入ってきた年ですね。またでもそれが中途採用だったら違うと思うんですよ。中途採用だったら、まあ、年齢とか多分アナウンサー歴になるんですけど、うん、あの年上だけど下って時はこれ私どうでもやっぱ後輩だからタメ口使うんですけど、なんかたまに向こうも自分年上だから敬語使いながらのたまにタメ口になってくる時があるんですよ、うん、これ私これなんかちょっとモヤモヤするんですよね。言っただよバシッと敬語使いなさいよって言っただよバシッと言ってた。言えないんですよ言えないんですよ。だって野球界なんてコーチと選手の関係が一番面白いですよ。コーチ年下のパターンありますからね。あーそっか、はい、そしたらコーチが選手に敬語使うで、はい、はい、じゃあもしですよ、うん、あのまあ、この間まで楽天は平石さんが監督をしていました、うんうん、平石さんは松坂世代なんで多分39だと思うんですけど、うんうん、もし楽天に松井稼頭央さんが残ってたとしたら、うん、選手として、はい、稼頭央松井さんですか、監督でも、うん、そうだね、監督でも稼頭央さん松井さんって言うんですか、うん、でも下の人たちは気遣って監督って言いますよね、はい、そこは仕事上は敬語で喋りますよね。あ、なるほど、うん、なるほど。そのベテラン選手は平石ってんじゃなくて監督って言います。監督って言います。はいはいはい。だからでもコーチは、はい、そこが敬語になってる人あんま見たことないなと。名前呼び捨てしたりするんですか、年下の、まあ、なんとかって言って、それからなんとかコーチって継承つけるかね。あ、うん、どうなのみたいな確かにでもやっぱり年上の選手にアドバイスとかってできるもんなんですか。だからしてこないよねできないですよねあと実績も低かったらできないですからね。ああそうですよね、はい、だから監督とコーチの年功序列問題もあるんで。はい、あ、そっか、はい、だからコーチの方が年上もあるじゃないですか。いやだって超ベテランコーチもいますもんね。はい、だそこは本当になんかいろんなこんなバランス取りながら頑張ってるようなのが見えます。わあ、ちょっとそういうとこ見てみたら面白いですね。だからあのユニフォーム着てる時は敬語だけど、はい、ユニフォーム脱いだらタメ口になってるパターンです、ね、あーなるほど。いや上下関係面白いですね。いや難しいですよ、そう考えたらね。社会だとね、うん、役職で全部上になったりするじゃないですか。後輩が部長でも部長が偉いんでしょ。そうですね。あと何とか食うんとかって言うわけでしょ、はい、先輩だったとしても。いやそこも難しいとこですね。でも縦割りだからなっていくんじゃないの。部長でもやっぱり年上にはなんとかさんかもしれないですね。そうなの。うん、多分。いや難しいですねまあね、はい、皆さんも難しいと思いますけどね、はい、これが年末に流れるのか年始に流れるのか分かりませんけども、来年の夏かもしれないですねはい、そろそろね、会社の中でのね、はい、立ち位置を考えながらうまくやってほしいですね。はい、そうですね、はい、みんなうまく生きていきましょう。はい、はい。